はい、こんにちは、速稼塾の久保です。私ポイント活動といってモッピーっていうねポイントサイトを10月の30日に登録したんですよ。で、実際の活動は11月からだったんですけども、まあ11月を丸々やってきて、12月を丸々やってきて、で今日1月6日なんですよね。だから2ヶ月と数日って感じです。まあ2ヶ月と思っておいてください。60日ぐらいでどのぐらいの結果が出たのかなってことなんですけども、ちょっと画面を切り替えてねお話していきましょう。これご覧いただくと分かるんですけども、確定した金額が10万、飛んで2240円ですよね。これ確定ですからね。これが私の銀行口座に入ってくるお金ってことになります。2ヶ月で10万ってことは1ヶ月あたり5万の副収入ってことですよね。だからなかなかいいでしょう。その他未確定のものがあとね11万9106円あるんですよ。だからこれのうち半分でもね確定になってくれば15万かなっていうところになります。で、判定中のものがどうあるのかなってことですよね。まだまだ見込みがあるのが結構ありますね。まあ、中でもね、どれが良かったかなっていうのはですけども、いや、このソーシャルレンディングとか良かったんじゃないかなと思いますよね。この8500円は多分入ってくると思います。DMM ビットコインも、実際に今2500円です。これ入ると思いますしね。他のも入るんじゃないですか、大体。この辺もね。で、マンションの無料相談ってあるじゃないですか、こういうの。これでね、ここ。年収の縛りがありますから、これ年収が嘘をつかないように、やった方がいいと思いますよね。社会保険証を提出いただいた方とかあるじゃないですか。で、結局、この年収を証明する書類のことで、嘘をついたことは結局バレますんでね。で、あと東京都以外の面談は対象外になる可能性がある。ああそうなんだ。まあこういうふうなポイント獲得条件はしっかり読んで、それからね案件に応募するか登録するかしないといけないですよね。私も見落としがあったんで、あ本当だみたいなことあるんですけども、まあポイントサイトっていうのはね楽にお金が稼げるよっていう、まさに楽なんですけども、楽じゃないのもありますから、それは自分にとって楽なのか自分にとって楽じゃないのかって本当個別で違うんで、私の場合は大変なことは一つもなかったんですけどね。まあこういうのは慣れてるってところもありますけどね。でこの辺でなんかね私が気に入ってるのはどれだったかな、ゲームホビー楽曲アニメ、なんかね動画があったと思うんですよ、動画放送が。あれどれだろう、これだ、動画サービスで今 U-NEXT を見てるんですけども、これいいですよね。私今月の1月27日までは無料なんで、まあ、それまでにね見たいの全部見ちゃったら解約しようかなと思います。その場合でも1100ポイント入ってきますからね。その次はアメーバプレミアム入って1700ポイントいただきながら無料の会員登録して楽しもうかなっていうところですよね。それはまあ順番にやっていこうと思うんですよ。いいじゃないですかね。これ3000ポイントももらえるのがあったりとかね。まあこういうんでね、いろいろやるのがあるんですよね。はい、ポイントサイトのモッピーですけども、まあ2ヶ月ねコツコツやっていけば10万円になったなってところでございます。本当に1日にかける時間っていうのは5分程度で、その中にねアンケートっていうのがあるんですけども、アンケートもね1ポイント2ポイントですけども、やっていくとそのアンケートに答えた先でさらに特典がもらえるっていうのもあったりね、アマゾンギフト券とか、それからなんかサイトの中の、お買い物券5000ポイントとかねあるわけなんですよね。でそういうのもこの2ヶ月紹介してきたと思いますけども、まあ、まさにね今登録してみて最初の 2,3 件を取り組むところからやった方がいいと思いますし、毎日やると決めたら毎日やった方がいいですよ。で毎日やるっていうのはポイントを取れるのがなくても見るだけは見るとかね、探すだけは探すとかで1日5分とか10分使うと、あこんなのあったんだって必ず見つかりますから、まあやってみてください。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。